スタッドが遅れちゃったんで、はい、はい、もうまあ1着取れてよかったです、はい、スタート遅れましたが追っていく足は良かったですか。そうですね、はい、雨なんでもう、はい、もう切っていこうと思って、はい、もう切ってレースしました。ちょっと外めのコースを走っていましたが、まあ、いつも走るコースと同じだとは思うんですが、今日の走路の感じどうでしたか。そうですね、まあ、朝より食いつくかなって感じで、はい、まあ、ちょっとコツコツしたんですけど、まあ、もう思いっきり走るだけだと思ったら思いっきり走りました。こういった曇っててこういう走路でも外はまだ効くかなといった感じですかね。そうです、外朝よりはなんかいいかなって感じしました、はい、そしてエンジン状態今節いかがですか。晴れですごくいいんで明日楽しみだと思います。おじゃあ明日に向けては初日2日目3日目のセッティングな。そうですね、はい、いいですか。初日のセッティングの初日の一番上がりタイムもいいタイヤでいこうかなと思います。はい、じゃあタイヤもあるということで、そして今節のスタートいかがですか。村ですね。村がありますか。明日はしっかり、はい、練習いっぱいして、はい、切れるように頑張ります。はい、わかりました。それでは久門選手にマイクをお願いします。久門選手、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今日いいスタート切りましたね。ご自身の中でいかがですか。はい、よかったと思います。今節のスタートの切れ具合教えてください。スタートはいいですね、はい、はい。そして、まあ、先頭走っていたんですがどうでしたか、エンジン状態というのは。まあ悪くはないと思います、はいはい、そして今節の晴れなんですが、晴れもしっかり成績残しています。晴れの状態を教えてください。はい、晴れもいいと思います。明日に向けて欲しい部分だったりありますか。まあ微調整で。微調整で、はい、分かりました。そしてタイヤありますか。タイヤあります。タイヤありますね、分かりました。はい、それでは皆様にメッセージお願いします。はい、明日も一生懸命頑張ります。それでは加賀谷さんお願いします。そうですね、去年じゃないか、今年のこの大会でちょっとぼかしちゃ、みんなに迷惑かけて、で自分そこからくすぶっちゃったんで、同じ大会でなんとかまた上昇できるように頑張ります。よろしくお願いします。期待しています。お二人にお話伺いました。それでは抽選箱から3枚引いてください。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。同期で揃って優勝となりましたね。はい、青木選手からお話を伺っていきたいと思います。復帰2節目で優勝となりました。今のお気持ち聞かせてください。いやもう本当皆様にいろいろ手伝っていただいてここまで来れて、皆様に手伝っていただいてここまで来れてよかったです。ありがとうございます。今日はね、雨の中、はい、うちのコース、自分のコースしっかりと走っていましたが、どうですか、走路的には完全な雨でしたか。いや、完全な雨だと思います、はい、まだじゃあちょっと乾いてるところは。乾いてるところがあったら自分はもう8着だったのでよかったです。よかったです、はい、さあそして晴れなんですけども、晴れでも1着2着としっかり成績残してきてます。どうですか、晴れのエンジンは。頑張ります、はい、明日に向けてはじゃあまだ調整必要そうですか。いや、気合入れていくだけです。わかりました、はい、いいタイヤはありますか。あります、はい、あります。そしてスタートの切れ具合教えてください。遅いです、はい、じゃあ追い込んでいけるエンジン作っていくだけですね。そうですね、はい。では中村雅人選手お願いいたします。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。最後なんとか2着に入りましたけども、どうでした、エンジン状態というのは。いやもう正直しんどかったですね、はい。晴れのエンジンなんですが、まあ、1着2本ありますけども、どうですかご自身の中で手応えは。手応えはまあまあ、まあ良かったり、まあ、悪かったり。そうそうそう、お願いします。はい、寒い中ありがとうございます。また明日もよろしくお願いします。
まりました。若い選手からお話を伺っていきたいと思います、はい、一着おめでとうございます。どうもありがとうございます。2連勝となりましたけども、はい、どうですか今のお気持ち。はい、今日はもう試走出たので、あの1着取りたいと思って頑張って走りました、はい、スタートもいいスタート切れましたね。すごくいいスタート切れました、はい、今節どうですか。あのスタートはいいと思います。そして、まあ、レースでは穴見選手が前にいました。まくっていきましたけども、エンジン状態どうですか。そうですね、まあ、ちょっと抜けない感じはしたんですけど、穴見さんが結構堂々すごくて、あの乗りづらそうだったので、あのその分抜けたかなって感じですね、はい。そして今節、まあ、晴れでも昨日1着ありますけども、晴れのエンジン状態教えてください。ん、自分なりにはちょっとずつ良くなってきてるんですけど、あの、まあ、上位の人とはちょっと差があるかなっていう感じです。晴れはじゃあまだまだ調整はしていきますか。そうですね、しないと全然レースにならないと思うので、あの整備したいと思います。いいタイヤはありそうですか。タイヤはあの問題ないです、はい、はい、わ、はい、かりました、はい、それでは永井選手お願いいたします。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。昨日は晴れ希望というふうにおっしゃっていましたけども、今日外走っていていかがでしたか。まあそうです、4レースの発売中に練習行ったんですけども、全然遅くて全く乗れなかったんですけど、まあそれが逆に思い切ってセッティングできたんで、それがうまく当たってくれましたね、はい。新品クランクにして良さそうですか。あのいいと思います、はい。晴れでも、昨日ですね勝利していますけども、どうですか晴れのエンジン状態は。まあ昨日のまま変わってくれないことを祈るだけと言いますかね、はい。やっぱり走路は冷えた走路の方が動きは良さそうですか。そうですね、はい、まあ晴れならばいいと思います、はい。明日に向けて欲しい部分教えてください。まあそうですね、まあ、とりあえずタイヤが低いのでね、あの準決勝の3日目のタイヤで行くかどうか迷ってるんですけども、はい、まあ、ゆっくり考えたいと思います、はい。スタートの切れ具合はどうですか。はまあフライング持ちながらも、まあ、まずまず切れてると思います。はい、わかりました。それでは永井選手から皆さんにメッセージをお願いします。そうですね、明日、優勝できるように、精一杯頑張りますので、また明日レース場にも来てください。頑張ります。ありがとうございます。それでは若い選手お願いします。はい、晴れだとね多分永井にかなわないと思うんですけど、もう自分なりに本当に頑張りますので、ぜひ皆さん明日も熱い声援よろしくお願いします。期待しています。さあそれでは抽選箱から3枚山際選手からお話を伺っていきます、はい、ユースおめでとうございます。ありがとうございます。今日の1着で300勝達成となりました。あ、こんなにうまくいくとは、はい、思ってなかったです。ありがとうございます。ハンデも重くなりましたけども、一人で独走となりました、はい、どうですかエンジン状態は。そうですね、エンジンはあの昨日もそうですけど感じ良くなってきてるんで、はい、雨も最近乗りやすくなってきてるからいい展開作れたんで、はい、もう開けて回ろうと思ってました、はい。晴れのエンジン状態も昨日もいいタイム出ました。良さそうですね。そうですね、はい、いいです。晴れも雨も。明日に向けて欲しい部分ありますか。ないです。ないですか、はい、スタートもバッチリですか。今日のスタート良かったですね、はい。じゃあ同じぐらいのスタート切れれば、はい、明日もね判定は重くなりますけども、はい、どうですかそのあたり、はい。そしていいタイヤありますか。いいタイヤは昨日のタイヤでいきます。はい、分かりました。それでは佐々木圭選手にお話を伺っていきます。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。最後ちょっと危なかったですけども、なんとかしのぎましたね。そうですね、はい。エンジン状態はどうでしょうか。そうですね、エンジンはずっといいと思います。晴れの状態も川口は良さそうですか、はい、昨日の感じではいいと思います、はい。そしてスタート切れ具合どうでしょうか今節は。いやもう課題です。じゃあまあ追い上げていけるようにというところですかね。そうですね、はい、はい。そしてタイヤ、いいタイヤありそうですか。そうですね、また当ててみます。じゃあ当てて探していくという感じですね、はい、ですね、はい。それでは最後にファンの皆さんに佐々木選手からお願いします。明日も一生懸命走るんで応援してください。山際選手お願いします。明日もびっくりさせられるような走りするんで応援お願いします。期待しています。